何かあったんだろうか。なあ、うん、分かった。紅のカラスがこんなに活動してたなんて知らなかった。ずいぶんと嬉しそうね。そりゃそうさ、黙ってるやつばかりじゃないって分かったんだ。公兵の襲撃を受けたんだわ。あんた、デッカメか。ああ、ダイロンの使いできた。しっかりしろ。よかった、そこの茂みに。しっかりしろ。シオ、ジオ。もう死んでるわ。また だ。虫けらのようにこんな命すらいいように奪われて。そこの茂みと言ったわね。これは鍋。なんでこんなものが。せめて何か一つだけでも回収されまいとしたな。自分は助からない。誰かが来ると信じて隠し通したのか。物一つ守るために命を落とすのは愚かだと思うか。信じる者のための命がけの行動、それを愚弄する気はないわ。でもそれがどんな意味を持つかは受け取った者次第よ。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜くことができる。これはその証なんだ。あんたの意志は必ず届ける。なら行きましょう。いつまた装甲兵たちが戻ってくるかもわからないわ。これがレナと戦うって。怖くない。奴隷として死ぬくらいなら俺は戦う。
戻ったか。大変だったらしいな。悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合えるやつは多くない。俺たちにできるのは犠牲になったやつを忘れないことくらいだ。ああ、決して忘れない。それでいい。で、何か俺に頼み事があったんだろう。ああ、実は。何かと思えばレナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて迂闊に近寄れない場所ばかり。待てよ、ウルベゼクの外の荒野の先にファガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるならひょっとしたらひょっとするかもな。まあ、俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね。行くわよ。本当に行くのか。行くのよ。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって、必要な時に呼び出すの。分かった。分からないけど、すごいな。え、だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろ。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ。敵の技術を褒めるの。変か。技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど。のために俺は。ここにもズーグルの群れか。ちょっと、あ、待って。ズーグルを叩き捨てられる。やるだけやってみるぞ。マグナレイ。はい、打ち込む。いけるぞ。当てる。マグナレイ。よ
叩き捨てる。なぎ払う。イエス。なぎ払う。こがれている。飛んでいるやつか。私の番ね。撃ち落としてあげるわ。私に任せて。下げろ。イエス。さらに撃ち込む。飛ぶ相手は任せて。やっと。終わりだ。私に任せて。くれ、撃ち込む。勝てたからよかったけど、まったく見通しが悪いわね。高いところにでも登ってみるか。これは破岩遺跡か。なんで遺跡になってるんだ。さあ、私だってあの遺跡は存在自体知らなかったし、それに肝心なのはあそこで服が見つかるかどうかよ。なんでそこまで服にこだわるんだ。破岩遺跡というのはあれかしら。あの下まであと少し。そういえばしばらく食べてなかったな。気にしないでくれ。腹すかせたまま働くのは慣れてる。いいこと。食べられる時に食べなさい。いざという時に役に立たないでは困るわ。まさかレナ人に食べることの大事さを説教されるとは思わなかったよ。レナだって食べ物が手に入らないことくらいあるわ。それってどういう。どうするの。食べるの、食べないの。食べるものがあるならとっくに食べてる。私は少しばかり手持ちがあるわ。持ってたのかよ。だけど二人分には心もとないな。だから作るのよ、料理を。料理？まともにしたことないぞ。私だって似たようなものよ。でもこれでできるものを作るしかないわ。
なんだ、ジロジロ見て。その服、機能によりすぎてて、もう少し見栄えが欲しいわね。見栄え？それが何の役に立つんだ。そうだったわね。青の差し色はいいと思うんだけど。そういうものか。できたわ、食べなさい。本当にその仮面越しに食べるのね。器用なもんだわ。ん？ああ、まあ慣れたもんさ。けどおかげさんでちゃんと腹も膨れた。材料そのまま食べるより傘が増えた気もするし、料理するってのもバカにしたもんじゃないな。これで味も良ければ言うことなしだ。まずくて悪かったわね。いや、そういう意味じゃないんだ。ただその作ってくれたのに悪かった。だいたいあなた痛みは感じないのに味はわかるの？一応人並みにな。人に言わせると少々変わってるらしいが。変わってる？好みの話？前に俺がうまいと言った木の実を辛くて食えたもんじゃないって言われたんだ。痛みがない分刺激に飢えてるんじゃないかって毒が言ってたっけな。食事はなるべく私が作った方が良さそうね。お口には合わないでしょうけど。だから悪かったって。分かったよ、俺もちゃんと普通の味を目指すから、それで勘弁してくれ。十分休めたな、進もう。早く休みなさい。俺の勝手だろ。疲労で足を引っ張られるなんてごめんよ。覚えておくよ。至る所ズーグルだらけでうんざりするわね。元はといえばあんたたちが連れてきたんじゃないか。わざわざレナから。ただのレナの生き物ではないわ。みんな目的に応じて何かしら調整された存在だから。それにダナの生き物を元に作られたズーグルだっているそうよ。ダナの？人間だけでなく他の生き物にまで手を出しているのか。怒るのは勝手だけど私たちには目的があったはずよ。協力するの？しないの？するさ。すればいいんだろう。ゆっくり休んでくれ。よし、行こうか。ここね、ずいぶん古いけど確かにレナの構造物だわ。傷がたくさんある。開けようとしてダメだったのは本当らしいな。レナの構造物でも重要なものは特別な素材で作られる。ダナの技術では破壊することなどできないでしょうね。じゃあどうやって？
分かった。曲がりなりにも満腹になるほど食べたなんて、いつ以来かな。あなたたちは十分な食事は与えられていないの？決められた時間に決められた量、十分だった試しなんてない。みんなレナの目を盗んで栽培したりなんだりして、どうにかしのいでいるんだ。今にして思えば、あまり元気になりすぎて反抗する気を起こさせないためだったのかもな。そうね、空腹は体も心も萎えさせるから。レナなのに知っているのか。私は同胞に追われる身よ。黙ってても食事が出てきたりはしないわ。今のは何も聞こえなかったわ。いや、でも食べたばかりなのに。何も聞こえなかった。俺もまだ手つかずのがあるが、食べるか。いただくわ。向こうが透けて見えるのに通れない。イライラするな。防護隔壁よ。通りたければ解除装置を探す。どうやらここは補給基地の類だったみたいね。あるいは300年前の大震工事まで遡るのか。放棄されたっていう割にいろいろ救ってるな。どこから入り込んだんだ一体。さあ、亀裂でもあるのか、この中だけで繁殖できる環境があるのか。とにかく気を抜かない方がいいわ。ああ、こんなところで足止めを食らうわけにはいかないからな。片付いたので行きましょう。ああ、問題ない。歩き回ってる気がするんだが、まだ探すのか。もう疲れたの？いや、そういうわけじゃないが。まだ隅々まで調べてないの。ほら、行くわ。服を諦める気はない。やるしかない。どこだ次、お前が。水の力で源水、やるわ。なぎ払う。はったないわ。源水、なぎ払う。直すわ。
げろ。ファーストイング。エンジン。マグナレイド。積み上げる。力の差も測れなかったのね。レナの技術なのか。こんなこともできるなんて。私たちにとっては当たり前のことよ。ここは前の主の衣装部屋のようね。大したもんだな。いつからここにあるのか。少し昔の衣装だけど、これにするわ。たかが服を着替えるくらいで何をそんな時間。何？いや、その、なんでもない。いい加減、ジルファたちが待ちくたびれてる頃だ。そろそろ戻ろう。さ、ウルベゼクに戻るわよ。上機嫌だな。そんなに服が嬉しかったのか。別にそうじゃないわよ。高いな。ここは補給基地だとかって言ったよな。けどネアズは城跡だと言っていた。本当のところはどうなんだ。さあさあって。私が知るわけないでしょ。レナのことなら何でも知ってるとでも思ってるの。そうは言わないが。300年前、レナから持ち込まれた資材の多くがそのままいろんな用途に転用されたとは聞くわ。だからここは補給基地だったかもしれないし、同時にスルドの城だったこともあったかもしれない。いつからスルドの城が今の場所に移ったのかは知らない。これで満足？ありがとう、教えてくれて。別に大したことは言ってないわ。ほらさっさと行くわよ。戻るか、ウルベゼク。そうね、パッと行きましょ。パッ
とね。見覚えのある景色は安心するな。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。何かあったんだろうか？そう。決まってる、モスガルだ。行ったところで。うるさい。いつまで駐屯地の装甲兵です。モスガルに派遣されているんだ。ダメ、ここでみんな無事でいてくれ。やめてくれ。子供には手を出さんでくれ。間に合ってくれ。下がっとれ、心。ドク、ココル、やめろ。やらせるものか。どういうと、下げろ。ジェミラーに決めてくれ。いけるわ。どこだ、私に本当に突っ込んで。無事か？他のみ落ち着け、鉄仮面。もう大丈夫だ。オークは逃げ延びたはずだし、わしらも生きとる。抵抗組織が現れた後にしては幸運な方じゃ。幸運って、このありさまがか？これもまたダナの奴隷の宿命よ。歯向かえば命はない。おとなしく従っておれば生き残れるかもしれん。命あっての物種だ。だから時節を待てって言うのか？そうだ。それ
は生き残る代わりに誰かを見殺しにする、そういうことじゃないのかドク。みんなの育成を賭けに差し出した上に人を犠牲にして生き残ったところで結局待つだけなら何になる。抗ったら何が起きると思っとる。抗った当人が死ぬだけなら本望であろう。だがな、その責めはその一人の死では済まされん。その結果がお前の目の前に広がっとる惨状だ。耐えて待つことに意味はないか、鉄仮面。それは止めたいはずの死を広げる、それは愚かだろうさ。でも待つことになれ、いつか抗おうとする心さえ失う、そんな自分になってしまうことの方が怖い。俺はもう出会ってしまったから、支配に抗おうと命を懸けて生きる人、たとえ命が尽きようと次に託そうと戦う人たちに同じ命を懸けるなら彼らのようにありたいんだ。それでお前は剣を取ったのか。ああ、しかもただの剣じゃない、俺にしか使えない。でも一人では使えない強すぎる力、きっと過去に戦った人たちにはなかったものだ。だからこの剣に俺の全てをかけてみようと思う。みんなを巻き込むことになるかもしれないが。そうか、ならわしの言ったことは忘れろ。お前には時節が来たということだ、鉄仮面。実際にお前の剣はレナを退け、わしらはまだ生きとる。この繋いだ命、お前にかけてみるとしようかの。ドク、ありがとう。今口にしたことを忘れるなよ。ああ、行ってくる。あんな大きくなるよっていい出会いがあったか。あやつならもしかすると